新日本観光自動車とは、東京都足立区に本社を持つバス会社である。従来は観光バス専門であったが、2003年より、足立区コミュニティバス春風北千住駅西側循環を開設し、路線バス事業に進出した。現在北千住駅西口を起点とする4路線を運行中である。全路線にバスロケーションシステムを導入しており、インターネットを通じて、 パソコンや携帯電話から車両位置の把握が可能である。バス共通カード並びに、パスモは未導入であり、自社路線専用回数券を発行している。全路線において、東京都シルバーパスの利用が可能である。東京バス協会、日本バス協会加盟事業者である。春、風用のリエッセ、ポンチョ北千住駅を起点に、 千住のうち主に同駅西側地域を時計回りで、環状に結ぶ路線であり、約20から25分間隔で運行される。路線の全停留所が同駅から徒歩20分エリアである。環状路線のため、途中停留所から終点北千住駅西口をまたいでの乗車が可能である。始発時間帯は北戦時駅、西口始発のほか、早朝の送り込みとして、 かつ学童病院前、始発1本があり、周発時間帯の2本は、北千住駅、西口止まりとなる。北千住駅から郊外に向かう路線で、同駅から北西に向かい、埼玉県川口市との境界付近にある、鹿浜五丁目団地を終点とする放射状の経路を、取る。足立産業芸術プラザ入口桜木長官では、往復の経路が若干異なり、 既存路線で使用される中大型バスが走行困難な境外道路を走行し混雑する駅前通りを回避するのが特徴である。ほぼ終日18分間隔、6から22時台の広い時間帯に運行され、全線の所要時間は35から45分程度である。北千住駅と宮城、小田井地区を都営バスを45系統と似通った、 経路で結ぶ路線で、ほぼ終日30分間隔で運転される。始発時間帯は、宮城2丁目始発、周発時間帯は、宮城交差点終着となる。宮城地区同様、北千住駅側も、時計回りの一方循環経路のため、15分前後の時間調整とともに、北千住駅西側地域循環と同様の循環乗車扱いを全便が行っている。 二経路を合わせて約25から30分間隔。夜間は循環ルートのみとなり40分間隔前後で運行される。循環ルートの始発時間帯は堀の内公園始発、周発時間帯は地福寺、広北飛川神社前終着となる。全車がバリアフリー対応の小型バスである。華麗に系統にはリフト付きにステップバスの日の DS4001。 ミア03、椿04系統には主にノンステップバスの日のポンチョを使用している。なお、DSC のうち1台だけ登録番号が10から10であるが、これは千住の語呂合わせである。ありがとうございます。